こう今あのニセコ駅の天井をこうずっと眺めていたんですが、まあこの辺は置いて、まあ、さっきこれ着いた時に紹介したんですが、こちらの方になんかステンドグラス風みたいな、あのステンドグラス風ですよ、風なんですけども、ようこそニセコへ、まあ、エンジョイニセコというふうに書いてありまして、なんかこういうのなんか小学校の時になんだっけな、カラーセロファン、なんか色のついたセロファンの上になんか黒い紙乗っけて、でなんか切り抜いてなんかステンドグラス風にした、なんかそういう小学校の図画工作の授業を思い出したなっていう、そんな感じです。でもね、こうやっぱりうまい人はやっぱりこうなんかおしゃれに飾りますよね。やっぱシルエットっていうのは独特な、こうなんていうのかな、なんか独特なこう雰囲気を醸し出しているというか、そんなところがあると思います。あ、そうそう、全然関係ないけど、あのシルエットってあれ語源が人名なんです。フランスのなんだっけな、なんだかって大臣で、まあ、シルエットっていう人なんですけれども、まあ、そのシルエットって大臣がなんか肖像画描かせるのに、あの、あまり細々やると金かかるっていうんで、ケチってなんか影だけにしたっていう、それが語源でシルエットっていうふうに言うらしいですよ。まあ、そしてあのここあのヌプリさんというあの結構有名なんですけど、知る人ぞ知るお店なんですけれども、まあ、ちょっとまた今度にしたいと思います。そしてこんなところになんかこう なかなかこうアンティークっていうか、プチアンティークなこの机が置いてあって、これはあれでしょうか、何なんでしょう、誰か今使ってる風、あのですね、引き出しのところにガムテが貼ってテープが貼ってある、今使えない感じですけれども、何かに使えそうって、そんな感じです。あのここに看板の跡が見えました。あのニセコハイヤーと書いてあって、タクシー屋さんの事務所だったって感じですね。今は、まあ、ちょっと人んちだったらまずいのいけないんですけども、あの使ってるんじゃないかな、使ってる風ではあるけれども、あ、ま、でもあんまり使ってないな。ドアのところにツタが若干絡まってる。でもなんか物置っぽく扱ってる感じです。なんかこういうの見ると乗ってみたくなりますよね。まあ、いい年した42歳がどうするんだっていうんですけども、乗っちゃおう。意外と高さはある。あの175センチが普通に立ってもギリギリなんとかなるっていうか、端っこいったら頭ぶつけそうですけど、休憩するにはいいようなところです。まあ、実際これ多分走らせようと思ったら馬か何かに引いて走らせるんですよ。車で走らせるかもしれないですけれども、ここは頭気をつけなくていけない。まあ、なんか走らせようと思えばいつでも走らせられるような、そういう準備はしてある、そんな感じです。日本らしいのはなんかこうなんか西洋チックなところに、こうなんか西洋チックというかカントリーみたいな感じに、やっぱこうジャパニーズなこうあの感じるのは、この交通安全カリブト神社って、この辺はなんかすごくジャパニーズなところを感じます。こちらにニセコ中央倉庫群なんていうのがちょっとあったんですよ。なんですよ、ニセコ中央倉庫群はニセコ駅前の倉庫跡を活用した施設群で、1号倉庫、旧でんぷん工場、広場を個人や団体が多国的に利用できますということで、やっぱり大正昭和にかけてニセコ駅、カリブト駅の周辺には羊蹄山麓の農産物の集積場として、多くの石造り商家、でんぷん工場が並んでましたということ で、現在も残る建物では昭和6年1931年に建てられた石碑、の石の蔵や、昭和32年、1957年に建てられた旧でんぷん工場などがあります。ほうほう。で今はあのそういうふうに使ってますということなので、まあ、それがさっきあの上から見たなんかあそこに農業倉庫ありますねというところだと思うんで、そうですね、あのニセコ大橋があってそのたもとにあるから、そうだな、ちょっと行ってみますか。ちょっと行ってみましょう。もうちょっと時間があるので、まあ、もうちょっと時間があって行ってみましょうかと言っても、ここがあの駅で、駅の向かいにあるキラの湯で、そしてあちらの方に、
すぐ隣に蔵があるので倉庫群があって、あまりみんなでもそこは見ないんじゃないかなという気はします。あ、ところがところがこういう私が物好きで、なんかまあ他の YouTube チャンネルで見てるかどうかわかんないですけれども、まあ、ちょっと私ね、あれはちょっと行きたくなるなという、なんかこう個人的に自分の何かがこうくすぐられるようなものを感じるという、そういうような感じでございます。なんかこういうニセコの案内の仕方をする YouTuber っているのかなっていう気がしますね。だからあの鉄道好きだったらなんか駅前だけで終わりとかそういうのがあるんですけれども、別に私鉄道を紹介してるわけでもないですし、まあ、駅とか建物は好きですけどね。いや、あの別に鉄道嫌いってわけじゃないんですけれども、まあ、とにかく鉄道をやると本当にあの鉄道以外のところ見てくれないので、もうやめました私、もう本当にやめたので、まあちらっと見せますけどね、まあ、乗りますから、乗るからまあ見せるけれども、積極的にやりたくない、そんな感じ。まあそれは置いといて、やっぱり街歩き、降りたところにいろんなものがあるとか、そういうものを見て回るっていうの、うん、そこもやだからなんか鉄道もいいけれども、なんかそっちも目を向けない方がなんか損じゃないって感じです。まあ価値観があるからいいですけどね。そしてこの石造りの、お、結構幅があった、札幌何席かな、ちょっとこう色塗ってますけれども、早速こちらが書いてますよ、1号倉庫、いちごの倉庫じゃなくて1号の倉庫ですよ、うん、ストロベリー、まあ、表面だけ塗ってて、こちらの方はもう札幌軟石むき出しになってますね。でお隣にも同じように倉庫があります。あ、そして面白いのがですね、反対側になんかあるんですよ。あれは何、あれ SL でしょうかね、あのブルーシートかぶさってるやつがなんか形が SL っぽいですけれども、そうそう、だからこれなんだろうと思って、なんかタンクがあってブルーシートかぶさってて、なんかこれなんだろうと思って見てたんですけれども、あれ SL ですよね。あ、そうそう、私なんかね、中学1年か小学生かぐらいの時に、なんかそう SL ニセコ号乗ってここの駅にそういえば来たことあります。もう30年以上前の話ですけども、30年以上ぐらいの前の話なのですっかり忘れてましたけど、そういやニセコ駅は1回だけ来たことあります。昔すぎて覚えてなかった。そうだからここはあの SL の、 あの転車台っていうじゃないですか、なんか SL がこう入ってきて、まあ、駅向こうなんでこう入ってきて、くるっと向きを変えて向こう側の向きになって、でバックしてあの客車にくっつけるみたいな、そんな感じの、そのために、まあ、SL をひっくり返すところなんですけれども、あ、そうそうそう、これそう SL の転車台で、ね、なんかその時になんかこう、そう、 あそこでくるっとなってるなっていうのは、なんか見たような記憶がうっすらとあります。もううっすらすぎて全然覚えてないですけども、なんか SL 乗れるって言ってただついてったみたいな、そんな記憶しかないので。あ、でもあれですよ、乗ったのが確か C62 の3号機ってやつで、もうあれですよ、なんか四六にあの当時はまだ走ってまして、今あれどこにあるんだったかな、京都の梅小路でしたっけ、なんかあるとかなんとかで、そう、まあ、その SL の転車台ですね。だからあのシートの中は何だろうというのはちょっと気にはなります。いや、まあ、あのさっきなんか鉄道にはあのもうやんないとは言ったんですけれども、まあ、個人的には嫌いじゃないですからね、あの動画でやりたくないだけで、まあ、ニセコ農業倉庫の前でこういうふうに喋ってたんですけれども、しかもここはなんかあのアパートニセコ駅前なんとかっていうのがありますが、リースペースニセコ駅前だそうで、でこちらはあの旧でんぷん倉庫で、昭和32年ですか、1957年に建てられて今イノベーションして使っているというものです。ニセコ中央倉庫群村カフェ、ご自由にお使いください。本当入っていいんだ、じゃあちょっと使ってみましょうか、せっかくだから中入ってみよう、撮影は OK かな、一応聞いてみよう。そう、旧でんぷん工場だそうです。中はちょっと人がいるので勘弁と言われたんです、まあ、誰もいなければいいんですけれどもと言われたんですが、ちょっといらしたので、撮影はやめました。それで、こちらの方の2号倉庫、これも、ちょっと新しいらしいですし、まあ、なんかこちらはなんか若干ちょっと形が、地盤沈下が起きていていびつなので、だから、まあ、町としての持ち物とはしてなくて民間に開放しているということです、まあ、それでも十分使ってますから。でこちらが1号倉庫で、まあ、こちらは町として、管理しておりまして、でこちらの、澱粉、旧澱粉工場で、こちらもこの、1号倉庫と、それからこちらの澱粉工場は、町として管理しているとのことです。でこういうような倉庫とか、それから、こういった澱粉倉庫、まあ、いろんなものを見させていただいたんですけれども、
でんぷん倉庫がこの中央地区というんですけど、駅前の中央地区に結構あったみたいです。でんぷん工場はこの地区に3個、そしてもうちょっと行ったニセコの役場あたりにもう1個あったみたいで、それで全部でこの辺に4つあったということです。で、もともと農家さん、ジャガイモ農家が多かったんですけれども、そのジャガイモ農家さんが、何軒か集まって、まずでんぷんの粗でんぷんというのかな、だから砂糖でいうところのザラメみたいな、そういうものを、最初作って、何軒かで出すので、そんな大きい工場じゃないんですけれども、家庭サイズの工場を作って何軒かで、でそれを買い取って、ああいうでんぷん工場のようなところで、今度はもう少しきめ細かく、製粉していたということだそうです。で、その当時使われていた、古いのうち1台の状態のいいものをなんか天井の方に飾っていたりとか、そういうのもしっかり見させていただきました。で、さらに駅の向こう側の方を、住所が有島というんですけれども、1922年に矢照神社というそうです。弥生の矢に、アマテラスのテラス、照明の章で、矢照神社というところで、有島武雄が農奴解放宣言を1922年に行いました。で、行いましたというか、どういう趣旨かと申しますと、自分の有島武雄が結構その爵位を持っていて、で爵位を持っていて結構な財産持ちだったようで、でこの辺 一帯がなんか有島武雄というか有島一族の土地だったそうです。でそれを農家さんに開放して、お互いウィンウィンの関係になるように、お互い栄えていきましょうということで、それでなんかこの辺に土地を開放した、その名残で有島一族の土地があったからということで、有島という地名ができたそうです。有島武雄が地名になっているというのは私今初めて知ったんですけれども、いろいろなんか調べてみるもんですね。ということでですね、あと5分ぐらいで列車が来るはずなんですよ。またどうなるか分かんないですから、プッチャの方にとりあえず戻りましょう。結局なんかいろいろと思い残すところが、いろいろと思い残すところがあるんですけれども、駅のカレーとか、あそこの倉庫も本当は人がいなかったらいいんですけれどもって言ってたんですけれども、いたのとなんかあんまりいい顔してなかったんでやめました。ここは潔くやめます。だから1枚も取ってないですから、その代わりパンフレットもらってきたんで、これにいろいろ載ってるんで、ゆっくり後で鑑賞しようかなと思います。でも人がいない時に撮った方とかが上げてるかもしれないです。なんか別にっていう感じだったんで、ただちょっと人が何人かいらしたのでやめたって、ただそれだけですから。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェ、こちらにも飛べますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。